日本の激安大衆車にボロ負けするなんて。皆様お疲れ様です。パーソナリティのゆりです。配送業や農家の人がよく使い、一般的には軽トラと呼ばれることの多い軽トラック、軽自動車の規格に合わせて作られており、通常のトラックと比べて車両価格や維持費、保険料などが安いのが軽トラの魅力です。また車体やホイールベースが小さい軽トラは小回りが利き、狭い場所の運転にもぴったり。それから広くて低い荷台を持ち、荷物を積み込みやすい点も軽トラの長所であると言えるでしょう。今回ご紹介するのは、海外のネット上で話題になっていた日本の軽トラとテスラ製の最新のピックアップトラックであるサイバートラックの比較。なんと日本の軽トラはありとあらゆる面でサイバートラックよりも優れているというのです。また後半では軽トラが海外で人気となっている理由についても詳しく解説。それでは早速ご覧ください。サイバートラック、テスラサイバートラックは2019年11月に発表されたテスラが製造するフルサイズ電動ピックアップトラック。当初は2021年度後半に生産が開始される予定でしたが、サプライヤーなどの部品調達が遅れたことで生産は後ろ倒しになりました。再三にわたる発売延期を経て、2023年12月にようやくアメリカでの納車を開始。現在も好調に受注を伸ばしているといいます。サイバートラックのエクステリアはほとんどが直線による構成。これはボディパネルにウルトラハード 30X コールドロールステンレススチールというステンレス合金を使用していることが影響しています。このステンレス合金はテスラと同じくイーロン・マスク氏が CEO を務めるスペース X のロケットにも採用。強固かつ耐久性に優れている反面、加工が困難という理由から直線で構成されたデザインになっています。サイバートラックはこのステンレス合金製ボディ自体を骨格とするエクソスケルトンを採用。またガラスには超強力ガラスとポリマーレイヤー複合材によるテスラアーマーガラスを採用しています。2019年にサイバートラックが発表された時には、車体の頑丈さをアピールするためにボディをハンマーで叩く、鉄球をガラスに投げつけるといったパフォーマンスを披露。ところがボディはへこまなかったものの、鉄球を投げつけたガラス部分にひびが入るなどのハプニングも発生しました。またサイバートラックの車内はフロント3席、リア3席の6人乗り、後席の下には収納スペースが設けられています。フロントの中央シートは可動式センターアームレストにすることも可能。ダッシュボードにはステアリングホイールと17インチのタッチスクリーンのみが設置されています。ステアリングホイールはレーシングカーのようなヨークステアリングを採用。ダッシュボードは大理石のような外観をしており、紙、木部繊維、天然木顔料、非石油系樹脂を原料とする紙複合材料で作られています。サイバートラックと日本車の比較が話題に。海外のネット上でサイバートラックはあらゆる意味で日本の軽トラックに負けていると話題になっていました。 SNS に投稿されていたのは大きな荷物をたくさん積み込んだ軽トラックの画像。軽トラックはサイバートラックよりも低価格でありながら、積載力やデザイン性の面ではるかに優れているというのです。またトヨタのピックアップトラックタコマが雪道で立ち往生したサイバートラックを救出する様子が SNS に投稿されると、こちらも大反響。
日本の大衆トラックに勝てないサイバートラックに対して、外国人からは数多くのコメントが寄せられていましたので、その一部をご紹介いたしましょう。海外の反応。軽トラはバイクだって乗せられるのに、サイバートラックは自転車すら乗らないんだね。サイバートラックはデブでブサイクでソールレスなタイヤのついた冷蔵庫のようだ。軽トラはフルサイズトラックと同じ広さの荷台があるのが何よりもすごいと思う。日本の軽自動車、軽バン、軽トラックはどれも本当に素晴らしい。僕だったら断然サイバートラックよりも軽トラを選びたいね。サイバートラックはアウトドアも建設現場もランドスケーピングも冬のロサンゼルスも知らない人物が作ったおもちゃの車だからね。俺が初めて買った20年前のスバル車だってこの程度の雪にはハマらない。サイバートラックは情けないな。2024年2月、テスラの日本法人はサイバートラックをメディアに初披露し、全国での展示ツアーをスタート。これまでに東京、名古屋、大阪などで展示が行われ、人だかりができるほど注目を集めていたようです。しかし、サイバートラックのスペックが判明するにつれて、さまざまな懸念事項が明らかに。日本の規格では1ナンバーの普通貨物自動車になりそうなこと、最大積載量の値次第では中型免許が必要になること、左ハンドルしか製造されない可能性があることなど、購入にあたってのハードルは結構高くなりそうです。ちなみに日本仕様での価格はまだ発表されていませんが、北米での価格を日本円に換算すると RWD が6万990ドル、 AWD が7万9990ドル、そして最上位モデルのサイバービーストは99,999ドルとなっています。タコマ、軽トラの海外人気。トヨタのタコマはハイラックスの北米仕様という位置づけで、1995年に発売されたピックアップトラック。その品質、耐久性、信頼性の高さから30年近くにわたってミッドサイズトラックのリーダー的存在として売れ続けています。2023年5月には約8年ぶりのフルモデルチェンジとなる2024年モデルを発表。新型タコマは何がすごいのか、5つのポイントをご紹介いたしましょう。1つ目は強力な加速性能。2.4 リッターのターボ付き4気筒ユニットは最高出力 278PS、 最大トルク 43.8kgm を発生。さらにパワフルなハイブリッドの iForce Max では最高出力 326PS、 最大トルク 64.3kgm に達するといいます。2つ目は砂漠の横断や壮大なトレイルの走破といったあらゆる場面への対応。オフロード愛好家向けの TRD プロやトレイルハンターは18インチのホイールに33インチのオールテレインタイヤを装着しています。さらにオフロードでの走破性を向上させるマルチテレインセレクトが標準装備され、泥や土、砂地での走行をサポート。エンジン出力とブレーキを自動的に制御するクロールコントロールを使用すれば、ドライバーは設定した速度でステアリング操作のみに集中することができます。3つ目は操縦性と快適性を両立するシート。ハンドリングと快適性の両方を追求しているというタコマですが、特に TRD プロではこのセグメントとしては初となるアイソダイナミックパフォーマンスシートを採用。オフロードでのコントロール性と快適性を向上させました。このシートはドライバーの視界を安定させ、険しいトレイルでの疲労を軽減。
体の動きを緩和し、ドライバーの頭と首が背骨と一直線となるように安定させてくれるそうです。4つ目はゆとりのカーゴスペース。新型エクストラキャブのロングベッドは圧倒的な積載力を誇り、大荷物の運搬も楽々。 SR、SR5、TRD プリランナーには 1.5 メートルから 1.8 メートルの広々とした荷台が用意されており、ソファーや椅子などの家具も難なく乗せることができます。そして5つ目は多数のハイテク装備。新型タコマはマルチメディアシステムがアップデートされており、14インチのタッチスクリーンを介して Apple CarPlay や Android Auto も使用可能。また JBL の10スピーカーシステムには防水のポータブルスピーカーがついていて、持ち運んで使用することもできます。さらに 3D のマルチテレインビューモニターやパノラミックビューモニターにより、ドライバーから死角となるエリアの安全確認も可能。テールゲートはパワーオープンクローズなどの便利な新機能が用意され、食料品やキャンプ用品などを地面に置きたくない場面でも役立ちます。このようにオフロード性能が高く、さまざまな機能を備えたタコマは北米市場のミッドサイズ部門において15年以上も販売首位を記録。コロナ禍以降、フォード F シリーズやダッジラムといったピックアップトラックが販売台数を大幅に落とした中でも、タコマだけは販売台数が増加するなど圧倒的な支持を得ています。また海外で農村部を中心に支持を集めているのが日本の軽トラック。日本独自の規格である軽自動車は外国人にとっては珍しく、コンパクトで独特なデザインが新鮮に受け止められているといいます。イギリスのエコノミスト紙は軽トラックを驚くほど便利と評価。同じくイギリスのデイリーメール紙も世界一実用的な車と称賛する声を取り上げるなど、小型に見合わない実用性が支持されていると分析していました。またアメリカの有力自動車メディアであるカースクープスも、日本の軽トラがアメリカの地方でますます普及していると報道。可愛いだけではなく非常に利便性も高いと評価していました。軽トラの強みはその値段と実用性。デイリーメールは安価でコンパクトな車を求める人々の間で軽トラは人気を博していると分析しています。アメリカ人が好んで輸入する軽トラは AWD。 通常の乗用車よりも悪路走破性に優れ、大型資材の運搬に適している点が好まれているようです。また手頃な車両価格も魅力の一つ。アメリカのニュースサイトインサイダーによると、ある輸入業者を通じて日本から輸入する場合の価格は約5000ドルからとなっているそうです。この業者は過去7年間当社の売り上げは毎年伸びており、その大部分は軽自動車によるものだとコメント。農場や牧場の経営者からの需要が高い一方で、サーフボードを運びたいサーファーや獲物を運びたいハンターなど、個人ユースでも注目を集めているといいます。それからちょうど良いサイズ感も人気の理由。インサイダーは通常のトラックよりもはるかに小さく、コンパクトカーよりもはるかに大きな積載能力を持つ軽トラはアメリカ人にとって必要な車種の隙間を埋める存在だと分析していました。このような魅力のある軽トラを農作業や趣味の相棒にするために、わざわざ日本から取り寄せようとするアメリカ人は増加傾向。しかし多くの軽トラは現地の保安基準を満たしていません。実はそれでも軽トラの輸入が可能となっているのは25年ルールがあるから。製造から25年が経過した車は安全、
環境基準を満たさなくても輸入が認められるというルールが軽トラ人気を後押ししているんです。日本車はもともと信頼性が高いため、経年劣化を問題視する人は少数。多少年季が入っていたとしても、信頼してハンドルを握るドライバーは多いようですね。また、酪農大国として知られるニュージーランドでも軽トラは大活躍。実は同国にはアメリカのような25年ルールがないため、新車の軽トラでも問題なく輸入することができるんです。またニュージーランドでは軽トラはそのシンプルな構造を生かしてカスタムベースとしても人気。同国で開催される大規模な農業祭では、その地に適した形や機能にカスタマイズされた軽トラが展示されているそうです。まとめ。北米で人気が爆発したことをきっかけに、海外では日本から軽トラを輸入するだけではなく、軽トラをカスタムする専門業者や中古軽トラ専門店なども登場。海外での人気を反映して、かなりの高額で買い取っていくという話もあります。軽トラが多数販売されている海外向け中古車サイトでは、国内中古車相場が10万から20万円の軽トラが50万円以上で販売されているケースもあるとのこと。2倍以上の価格で取引されていることからも、かなりの人気がうかがえます。日本では地味な作業用の車としてのイメージが強く、あまり注目を集めることのなかった軽トラ。そんな軽トラがアメリカをはじめとした海外でこのようなブームを巻き起こしているなんて、ちょっと意外な感じですよね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。